オメガ星団はケンタウルス座にある大型の球状星団である。肉眼で見ることができる数少ない球状星団のうちでも最大級のものとされている。オメガ星団は地球から1万7千光年の距離にある。1千万個もの構成の集団で、中心の星は互いに0.1光年ほどしか離れていない超高密度の球状星団であると、 考えられている。また、他の球状星団とは違って、星生成が行われている。それには、小型銀河が銀河系により吸収され、その中心部が銀河の周りを回り始めたためだという説がある。紀元前2世紀に、トレミーが、著書アルマゲストの中で、ケンタウルス座を形作る星の一つとして記録している。 17世紀に入り、ヨハン・バイエルが著書裏のメトリアの中で、この天体にオメガ星のバイエル符号を与えたため、現在もオメガ星団と呼ばれている。1677年、南大西洋のセントヘレナ島で望遠鏡を使った観測で、エドモンド・ハレーによって再発見され、恒星ではない天体として記録された。 ハレーは、あとの1715年にフィロソフィカルトランザクションズの中で明るい点、または反転の一つとして紹介し、馬の背の星運と名付けている。メシエカタログ制作者のシャルルメシエの観測地パリでは、オメガ星団は地平線上に登らないため、明るい星団でありながら、メシエカタログに記載されていない。藤井明。 全天性運勢団ガイドブック成分動振興者1978年 ABCDE シンバットアストロノミカルデータベースリザルツ l t s NGC 5139 2012年5月5日閲覧オメーラ、スティーブン・ジェームズディープスカイ・コンパニオンズサザン・ジェムズケンブリッジ・ユニバーシティ・プレス P244、ISBN11 億701万5014、http スラッシュスラッシュブックスドットグーグルドットコムスラッシュブックス ID、イコール S5 クワイエクンズ 33SC& ピコグラムイコール PA244。ありがとうございます。